皆さんこんにちは、 RE 経営の島田です。ソート分析とコンサルタント事務所経営のビデオマガジンです。今回のテーマはこんな人はコンサルタントに不向きであると、ちょっとコンサルタントにですねこんな人になってほしくねえなという人をちょっと書きました。いやどうかな、そうじゃないんじゃないかと思う人もいますけどね、ちょっと参考程度に聞いてください。要はね、能力じゃないんですね。能力よりもやっぱりこう思想的に問題があるコンサルタントは良くないんじゃないかと思うんですね。能力で良し悪しないんですね、我々コンサルタントというのは。なんかパッと見ねすぐ能力を前面に出しますけどね、長く続くための条件というのは能力よりも思想が大事だと思うんですね。まずね、こんな人ダメだなと、問題だなと思う人はね、1番目健忘術数が多い人。なんかそうね、なんかそう企みでもってなんか人を操るとか、なんかこうなんかね、ちょっと裏技を使って売り上げを上げようとかね、そんなことをなんかよく言う人、コンサルタントは信用できないですね。やっぱり王道は王道で行くべきなんです。王道のためにいろんな角度の違う企画はあってもいいんですけどね、なんか健忘術をよく言う方は嫌ですね。2番目、自分は頭が良いと思い知識のない人を見下す言い方。高学歴高職歴なコンサルタントに多いですね。そんな人見下したってですね、ダメで、プラスになりませんからね。それよりも人に協力してもらった方が自分にとって最大プラスになりますから。3番目、短期的な業績ばかり提案しグレーゾーンの指導もする。この健忘術数に近いんですけども、短期的な数字を上げるためにちょっとどうなのか、違法とまでは言わんけども、ちょっとこう半分やばそうな対策まで提案する。こういうことをね言うコンサルタントはやっぱね裏があるんですね。なんか裏があるというか、ちょっとやっぱりやばいですよ。だからこの人は、過去は長続きもしてませんけどね。4番目、自分のね意見が通るようにクライアントの内部に派閥的なものを作る。なんかその自分が目をかけたクライアントの幹部をだけでこう持ち上げておいて、で自分に歯向かう人間についてはなんかこの5番目ですよ、自分と肌が合わない、ね、幹部とかに対してはね経営者に陰で中傷する。ああやっちゃいかんですね、おるんですけどね。6、時間の約束を守らない。遅れてきても平気で割りびれない。もうコンサルタントとしては言語道断ですよね。7、持ってくる資料、例えばコピーかなんか持ってくるんです、データをね、資料が多分これ誰かが書いた資料のコピーだろうなとか、またネットからコピーしたもんだろうなって、要するにそんなのがばかりでオリジナルのノウハウがあんまりない。要はオリジナルパクリばっかりやってるということですね。パクリばっかり、オリジナルはない。それはパクリもいいんです、何割かは。でもねパクリばっかりでオリジナルがないと、そのコンサルタントはもうパクリばっかりの人生になりますよ。自分で物事考えてないことになりますからね、信用できない。それから8番目、そのクライアントに対する経営以外の儲かり話が好きで経営者によく提案してる。社長今度はこういう投資信託いっちゃないですかとかね、こんなことなんか言う。こう今社長今こういうところね、この特許いずれ、メジャーになるから今つばつくとかいいですね、こんなことばっかり話すのはね、もうこれ信用できません。で9、本業以外の副業を経営者や幹部に勧める。自分が多分何かやってるんです、副業をそれを勧める、これも信用できない。それから10番目、約束した資料の作成とか調査をよくすっぽかす。時間を守らないということと一緒でしょうね。11番目、お金に意地汚く自分から経営者を誘い飲みに行くことが多い。要は結局社長行きましょう、何回も言うんです、いつも出すのは社長ですからね。なんかそういうのが意地汚いなってことですね。12番目、経営者や幹部からお金を借りていると。これ私今言ってますけどね、全部過去いましたからね。13番目、不労所得のビジネスが好きですぐ紹介マージンに飛びつく。要はコンサルタントがうまくいってないかどうか知らんけど不労所得に飛びつこうとするんですね、やばいですね。14、とにかくコツコツ仕事をするのは苦手、派手さを好む。大体コンサルティングというのはもともとコツコツやってるもんなんですよ。元来がそんな派手じゃないんです。でも何か知らんけどコツコツを苦手ですぐ派手なものにバーッと大きな金額にバーッと飛びつく。15、自分は付き合いが広いと派手な人脈を自慢する。あれ知ってます、これしょ、あれ知ってます、これ知ってますっていうのは知ってるわ、だますをあんまり言わん方がいいかなと、聞かれたら言う程度でいいんじゃないですかって。なぜ自分をそんなに大きく見せようとするんですかとね、
自分に自信があるならそんなこと言わなくていいんじゃないですかということですね。16、人のノウハウを勝手に無断使用する。私なんかはやっぱりこうやって DVD はこれ DVD ですか、あとデータなんかをねやっぱ販売してるんですね、オリジナルデータをね。当然そこには著作権があるんですけども、やっぱりそれを無断で使用してるっていうケースは今のところね、まあ、過去2回しか見てませんけど、やっぱりいい気がしませんよね。まあ、その点だからといってすぐなんか、訴訟するかということはしませんけども、やっぱりその無断使用は良くないですよね。17、適切な借り入れ以外の借金をしている、ね、なんか借金してるんですよ。18、酒好きで時々二日酔いの匂いをさせながら人と会う。弱いんでしょうね、自己コントロールできてないんですね。19、コンサルタントコラボする。例えばコンサルタント競合一緒にね仕事したり、まあプロジェクト組んだりするとね、何らかのトラブルを起こすって、何かトラブルを起こすって理由があるんでしょうね。最初に大事なこと話してないとか、なんかコミュニケーション下手くそとかね。20、とにかく人の悪口が多い。まあこのあたりはまあその能力的によりも思想的な問題があるコンサルタントということですね。まあ今該当したことにですね、合致する人がおるならばやっぱり指導してほしいし、またそういう人は正直10年20年30年コンサルタント続かんですよと、まあ、いうことをね、今日ちょっとお話をしてみました。参考にしてください。以上です。